続きまして県会議員梶岡弘樹様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆様の皆様、改めましてこんばんは。ただいまご紹介をいただきました地元欅台中学校出身の茨城県議会議員のこの木南の木梶岡弘樹と申します。本日はこのように盛大に第10回目となる記念すべき武蔵宮の夏祭りが開催されますことを心よりお喜び申し上げます。こういった綺麗な町並みの新興住宅地でこのような夏祭りが根付いているというのは非常に新興住宅地のいい成功例だと思っております。私は今県議会で東海第二原子力発電所の廃炉を求める活動をしております。将来にわたってクリーンで持続可能なエネルギー政策を持続するために脱原発を活動を県議会でさせていただいております。そして大変時間がかかってしまったんですけども、森尾駅前の294号線で1箇所だけ4車線化できていない部分がございました。そちらの方は秋までに完全4車線化が実現することが決まっております。一日も早く森尾駅前の4車線化が実現しますように今後も活動をしてまいります。最後になりましたら、このお祭りを通しまして地域の絆、世代の絆、家族の絆がさらに広がりますことを心からお祈り申し上げまして、梶岡弘樹からの祝辞とさせていただきます。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございました。梶岡議員様、どうもありがとうございました。